モンマスペディアは、イギリス、南ウェールズの町であるモンマスと、オンライン百科事典であるウィキペディアの共同プロジェクトである。このプロジェクトは、QR ペディアと QR コードを用いており、スマートフォンからウィキペディアの記事へのアクセスを提供している。受容者は、複数言語で提供されているウィキペディアで、モンマスにある、施設、人物、建築物、 動植物などの記事にアクセスすることができる。公式には2012年5月19日に開始された。モンマスは世界初のウィキペディアタウンと表現される。メディアを再生するプロジェクトを説明するビデオプロジェクトに深く関与したロジャーバムキン、モンマスペディアの構想は2011年後半にモンマス在住のジョン・カミングスによって考案された。カミングスはブリストルで開催された。 テデックスイベントに参加し、QR ペディアをダービー博物館、美術館に活用するプロジェクトについて議論した。ウィキメディア UK の代表であり、QR ペディアの共同創設者でもあるロジャーバムキンと共にカミングスはモンマスペディアのプロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトはモンマスシャー議会やシャイアホールにも支持された。モンマスシャー政府は後に、 ウィキペディアン・イン・レジデンスを導入する計画を発表した。モンマスペディアの当面の目標は2012年4月までに1000の QR コードを対象物に重複することだった。対象物には QR コードがあしらわれたセラミック製の記念額が設置された。プロジェクトのウェブサイトでは5月までにモンマスに関する712の新記事と過失記事が報告された。 訪問者のスマートフォンの言語環境設定を元にして、非英語話者がモンマスペリアを使用した場合には、自動的に母語の記事が表示される。プロジェクトの開始時には、イギリス以外の協力者によって、英語以外の言語で500の記事が利用可能となった。モンマスー図書館は、QR コードを蔵書に重複した、世界初の図書館となった。スマートフォンを所有する利用者は、 手に取った書籍やその著者についてのウィキペディアの記事にアクセスすることができる。地元作家の作品やウェールズの書籍が優先して作業されたが2012年に開催されたエリザベス女王のダイヤモンドジュビリーやロンドンオリンピックに関する書籍も他に優先された。イギリスにおけるモンマッシャーの一ウェブログのテックダートに寄稿しているグリームーディはモンマスペディアが ウィキペディアの未来であるのかを問うた。ムーディはこのプロジェクトを2010年のハリウッド映画インセプションに見立て、フラクタルなウィキペディアの一種を生み出すものと説明。ウィキペディアの中のウィキペディアの中のウィキペディアを潜在的に可能にするものだとした。このエントリーから数日後には世間のモンマスペディアに対する関心が拡大した。ウィキメディア UK のスポークスマンは、 プロジェクトページの閲覧回数が1万回に達したと発表し、ノルウェー、イングランド、フランス、スコットランド、アメリカのテキサス州の町から問い合わせがあったことを明らかにした。ボンマスでの宣礼は、イギリスの海外領土であるジブラルタルからの興味も引き寄せ、そこでは7月13日にジブラルタルペディアのプロジェクトが開始された。ウィキペディアの共同創設者であるジミー・ウェルズも、 モンマスペディアのプロジェクトに熱心であり、城全体をウィキペディアにするというのは新しい発想であり、モンマスの人々が先進的である証だ。すべてはボランティアとウィキメディア UK によるものである。他の街や都市でも同じことが行われるのを楽しみにしていると語った。2012年7月、モンマス社議会はこの構想を モンマス以外の街に拡張することを計画していると発表し、チェプストーとラグランという街の名前を挙げた。モンマスシャーペディアの発信を狙いとして、2012年11月には議会によって新しい部門が設置された。2012年10月、モンマスペディアは、モンマスシャービジネスアワードで優秀マーケティング賞を受賞した。チェプストーのセバーンキーで、 住宅開発を行い、モンマスシャービジネスアワードのスポンサーでもある、ウィンデルプロパティマネジメントは、ウェブサイトでモンマスペディアを称賛した。モンマスのみで、広告的価値は212万ポンドと推定されるとし、チェップストで、類似のプロジェクトを開始する場合には、チェップストでも、また利益が得られるだろうとした。2013年2月7日、モンマスペディアは、 ウィキメディア UK のガバナンスレビューを誘発した利益相反行為の一つとして言及された。ウィキメディア UK 代表のロジャーバムキンがコンサルタント料を受け取っていたことでウィキメディア UK の評判が落ちたという。ありがとうございます。